おい。もちろんさ、天線の話って随分前からここに来てる。いやいや、もうだって、あそこまで行ったら時間かかるらしい。ずっと温めてきてっていう。ああ、そうですね。でも。いいじゃん。コロナがなければ握手です。握手ってすごい重要なコミュニケーションの一つだと思います。両方やっぱり大事だと思います。小さい選挙であれば。あ、そう、わかりました。はい。お疲れ様でした。よろしくお願いします。お願いします。ここ見せようと思います。頭。あ、そうです。発明だったのが特定ですね。2分ありますね。ひろゆきご飯食べてるし。本当だ。あれ？何食べてる？うんこの話してるけど、これ。ケーキ。ケーキを食べるミユさん。17。はい。始め前です。始め前です。これ公開されて1万。東京リベンジャーズとか、呪術廻戦とか、はい、なんか、うん、ハロウィンのトレンドらしいです。おー、なるほどね。あとイカゲーム。イカゲーム。夏野さん見ました、イカゲーム。見ました。あ、どうですか、ね、うん、仕事で見た感じ。いや、うん、まあでもね、あのすごい分かりやすく作ってて、あとテンポがいい、で日本の監督って言われてるけど、誕生描写をすごく長く考える時間とかね、テンポの良さが、はい、日本沈没と比較ゲームの方が全然面白い。日本沈没があまりにひどくて、格差の問題についてはどう思われますか。イカゲーム、格差の問題でしょ。そうですね、格差の問題っていうか、厳然と存在するものをそのまま描いてる、うん、その問題を軽減しないところが、なるほど。3、